はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは、ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。さて、まずはフェイトさんのね、トリセツっていうね、結構昔にね、動画の外でクリアしたコースをね、ちょっともう一回やっていこうと思うんですけど、まあこのね、ノコノコをすべて倒してからゴールっていうこのノコノコがね、まあ、どうあがいても倒せないわけでして。まあこれをどうやって倒すでしょうって感じですね。よくしょ。ほい。いや、一応ね、これ乗れることは乗れるんだけど、そう。狭いんだよね、このブロックが。だからね、こう、ギリギリに乗って、で、いけっかな。よくしょ。ほ。いやー、無理なんだよな。そう、このね、ノコノコに当たらないようにギリギリに乗って、で、踏まないといけないんだよね。それが難しくて。で、まあ、それができない人は、ほいほい、っていうね。このね、この一旦こっちに行って、こう三段ジャンプを使って、ノコノコを踏むっていうね、方法があって。俺的にはそっちの方が楽なんじゃないかなって思いますね。ちょっと落ち着いて。いやー、でもね、やっぱこれもね、これでタイミングがね、ちょっと難しいんだよな。お。そもそもね、ここでね、三段ジャンプを決めること自体がね、結構ね、幅が狭くて、めっちゃジャンプを弱くしないとね、うまく、三段ジャンプができないんだよね。それがだいぶきつい。よし!で、これで、ここ置いて、スピンしかりで何かしらでノコノコ倒してゴールと。はい。これね、昔めちゃくちゃ苦労したんだよね。まあ、今はね、ちっちゃくジャンプするっていうね、テクニックのコツをつかんだから、こんな感じで。まあ、2分くらいでクリアできたんですけど、クリア率 0.3% を2分でクリアできるようになってか、嬉しいな。まあ、今回ちょっとなんでこれをね、遊んだかというと、ちょっとね、いつものようにコースを探してたら、なんだこれってコース見つけたんですよね。ちょっとね、ネタバラシすると、俺いつもね、サムネバイコースを探すときってこう人気が高い順で、マリオ U、まあ、これはスキンは何でもいいんだけど、マリオ U の地上スキンにね、結構ね、サムネ映えの一発ネタ系って多いから、それで探してるんだけど、で、自分の地域の一発ネタで。で、検索したらね、そしたら、ここにね、なんか見つけちゃったんですよね。取説っていうね、取扱説明書っていうね。なんか、サムネもタイトルも、説明文も全く一緒のクリア率 0.14% のこちらのコースがね、何なんだろうなってことで、やっていこうか。RKP コーラさんの取説。え?これもさ、よっと。これでいけんじゃないの?いや、真似は良くないよ。真似は。よくいしょ。あれ?タイムアップ?あ、なるほどね。時間が短いわけか。はいはいはい。なるほど。これ一発で決めないとダメ的なやつだよね。うえ。あれ?ちょっと待って。高くなってない?これ。さっきまではさ、三段ジャンプじゃなくてもこっちに行けば乗ることはできたんだよ。踏むことはできなかったけど。ちょっと待って待って。これ乗ることすらできなくなってる。え?ってことはどういうことだ?ちょっと待って。つまりさ、ここでさ、三段ジャンプを決めて、さらにあそこに足す乗りして踏まないといけないってこと?ちょっと待って。それはだいぶきつくないか?え?マジか。パクリかと思えばとんでもねえ強化が遂げられてた件なんだが。これで、足す乗りして、もう一回ジャンプして、ノコノコを踏めってことだよね。マジで?
だいぶやばいな、それ。うえ。ってことはさ、この上のノコノコともさ、呼吸合わせないといけないじゃん。こうさ、こうノコノコがこう左にいるとき、こうブロックの右にいたときはさ、せっかくマリオがさ、ブロックに乗っても、ノコノコとぶつかって死ぬわけだから、こんな感じでさ、ノコノコが左にいるときに、マリオが乗らないとダメってことだよね。そういうことだよね。ってことはこんな感じでちょっと一旦立ち止まって、こんな感じか。うわー、ちょっと待って、乗れたよ。そういうことか。あ、ほい、乗ってくれ。あー、乗らないの。乗ってよ。乗ってよ、そこ足場に。頼むって。もう乗ったじゃん。乗ったならあとはジャンプするだけじゃん。いや、惜しいな。これタイミング完璧だったよね。これほら。今これマリオがさ、今からこれブロック足場の上に乗るその時って時にさ、ノコノコ完全にさ、今から左に向かうとこじゃん。うわー、もうこれ絶対乗れてたよ。これ3段決まってたら。よっしゃー、もう、嘘だろ。嘘だろ。今完璧だったのに。もうあれ絶対できる気しない。もう今のできる気しないよ。これ何分やってると思ってんだよ。もうねー。よし、ここまでは来れた。あとは乗って、ほっ！よし！オッケー！疲れたー！やっと終わったー！いやー、同じ感じのコースだけど10倍、20倍くらいかかったんじゃないかな、これクリアするまでに、時間。いや、苦労したなー。どうなんだろう、このコースってフェイトさん許可、出してんのかな。気になるな。ちょっとこれフェイトさんに届いてほしいな。このコースの存在が届くといいな。さて、ミンバとやっていきましょう。お三方よろしくお願いします。さて、レイスオンザスカイクッパクラウンレース、おっと、いいコース来たんじゃない。これクッパクラウンレースか。どういうことだ。わ、待ってくれ、そういうことか。最初の底の地面ブロックの高さは6マスってことは、ってことは、だよね、クラウンに乗っていかないとダメっていうことだよね。そういうことだよね。だよね。うわー、ちょっとルイージに先越されてるな。いや、これ多分マリオ、いけるのそれ、マリオ。その状態で。いや、無理だろ。無理じゃないの。いけんの。いけんのそれ、そのまんま。マリオ、いける。いや、無理だよね。無理だよね、君、無理だよね。だよな。バイバーイ。うん、ちょっとマリオとルイージがね、ちょっとマリオがルイージの足を引っ張ってる間に、ちょっと俺は先に進めない。ちょっと待って、まずい、これはちょっときついな、まずい。これキノピコとちょっと同じレーンに進んだのがちょっとしんどいよ。それはこういう時はこっち行ってこっちに行けねえな。ちょっと一旦避難しながら、よし、キノピコありがとう。ありがとう。よし、やっと進める。まずいな、これ今の間に、ルイージはそこか。オッケー。ゆっくり落ち着いていこう。ぶつかんないように。そういうことね。ちょっとこれキノピコと足を引っ張り合うのはちょっと嫌だから、ゆっくり。オッケー。ナイス。いいね。さて、ルイージがだいぶ進んでる。お前何しとんねん。
さて、まあ、ルイージさんはね、ちょっとね、まあ、一人しかゴールできない、ワールドのスキンでね、ゴール待ちをしていたっていう煽りプレイをしていたので、まあ、カットさせていただきました。さあ、お次やっていきましょう。落ちていく私、だって。落ちていく私、これ、尻尾マリオとかあったらいいんだけど、うわ、逆向きスキンかい。ちょっと混乱しそうだな。よろしくお願いします。やめてくれ、やめてくれ、投げないで。落ち着いていこう。これは、しゃがんで。今のこれ、マリオは邪魔してたわけじゃなくて、まあ、たまたまだよね。さあ、多分ここに降りていって、ちょっと待って。なんか、すごい、ありがたい品物があったんだけど。ちょっと待って。ちょっと待って。どうすればいいんだ?いやー、いやー、そりゃないって。うわー、スターがないとちょっとこのコース厳しいかもしれないぞ。大丈夫か?これ。これ大丈夫なのか?このコース。どうなんだ?どうなんだ?このコース大丈夫なんか?負けました。どうした?これさ、こっち側でさ、スタンバっとくことできない?この端っこで。こっちの端っこで。こっち側で。どうにかできない?お、これあるんじゃない?これ。これあるよ?これ。ねえ、この、左端?左端なんかな?右端なんかな?わからんけど、待機。あるよ!よし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 オッケー!いけたー。運が良かった。ごめん、このコースは一人用なんだ。許してくれ。スピードランインザフリジッドワールド50秒。こちらやっていきましょう。スピードランだね。50秒スピードランでクリア率が確か 0.8 くらいだったかな?なるほど。ほい。で、OK。いい感じだね。こっち、Z。ほっと。で、なるほど、なるほど。これはちょっと飛ぶ場所が悪かったっぽいな。気を取り直して、この辺。よし、これはいけるっしょ。よし、OK。で、はーい?スピンして、こっち、あ、いけた。Z。こんな感じか。よし。で、こうだね。で、こっち。で、わあ、ワンワン、これはビビっちゃダメ。オッケー、いい感じ。さあ、土管に入ったらそっちか。ほっと、ほいと、ほいと。で、こっち。で、Pスイッチ。で、これはどうなる?そっち。叩く。叩けてなくない?大丈夫か?これ。あ、大丈夫っぽい。オッケー。いいね。さて、これは?あー、なるほど。うおー、いいね。なるほど。ああ、ここは、ああ、これ B を失敗だな。ジャンプを失敗じゃないとダメなやつか。そうか、そうか。よし。で、ここは B を失敗だね。あれあれこっちは B を失敗じゃないのか。いやー、ちょっと頭の処理が追いかねえな。あれあれなんで今 P の効果間に合わなかったんだろう。なんか俺どっかでタイムロスしたんかな。まあわからんが、とりあえず多分あれくらいのタイムロスなら、ベストタイムが確かこのコース46秒とかだったし、まあ間に合ってほしいな。さあここね。ここは、うん。で、こっからはジャンプを失敗。よし。こういうことか。オッケーオッケーオッケー。ほっと。ほい。危ね。で、こっち。で、これ叩いて、こうか。ほい!よーし、オッケー。残り2秒。大丈夫かな?大丈夫だった!オッケー!ギリギリセーフ。ありがとうございました。はい、というわけで今回この辺で終わりにしたいと思います。動画良かったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter のフォローも待ってます。また次回お会いしましょう。バイバイ。